久保さん今回ね仲間の中にしましょうか久保さんは血名詞知らなかったみたいですけど僕は中学校の時だったかな血名詞が一番最初にブレイクしたのが皮肉にもまたこれが「友達」っていう曲なんですよカタカナで「友達」っていう曲がねブレイクしてそっからまあ結構多分1ミリオン出したのは桜かな、うん 僕ずっと結構ね、聞いても、ともあの、血明誌好きでね、聞いてましたね。うん、そう。大学生の時だったかなちょっと、あの、すげえ聞いてたんですよ。で、あと、これは思い出あるんですけど、その、血明誌の仲間っていう曲があるんですよ。で、この PV もめっちゃ好きで、どういう時に聴いてたかっていうと、これ今、今まだにこう、 昨日のことのように思い出せるんですけど、あの、さあの、八丁堀の大きい事務所で、あの、行って、で、深夜2時ぐらいですか、まあ、僕1人でね、広いフロアにね、広いフロアに、昔は恵比寿マンション、ちっちゃいとこでやってたんだけど、でかくなって。 であのなんだろうな、あの広い空間の中に、1人でポツンと深夜2時でね、こう仕事をしてるわけですよ。で、寂しいんですよね。広いのに1人しかいないし、<laughs> ずっとカチカチやってて、で、その時にケツメイシの仲間をね、こう流してて、仲間を聞きながら、まあ、仕事してたんですけど、仲間いいなぁ、みたいな、羨ましいなーみたいな、こんな仲間いたらいいなーみたいな。 まあ一人でずっとやってたからね、僕はその仲間っていう曲を聴きながら仕事してましたね。うん、その PV もいいんですよ、非常に。なんか、まあ僕はその,そのシチュエーションで聴いてたんですごい、あの、羨ましいな、みたいな。そう。あとね、涙っていうのもいいんですよ。<laughs> 涙もね、いいんですよ。 あのこれもねお笑い芸人の人がこう出てて売れないまあ実際の芸人さんが出てるんですけどもう売れないところからこう売れるまでこういろんな葛藤があってっていう PV でこの「涙」っていう PV もめちゃくちゃいいですね仲間と涙はいいっすねうんであのまあ思い出ですよねいろんな思い出があって うん多分人生って思い出なんじゃないですかねいろんなことをやっぱ思い出すと思い出せるおも思い出にふけられるっていうかうんそうあこんなことやってたなとかうんまああとどんな人に巡り合ってきたのかとか出会いとかうんだからそれを なんかそういうふうになんか思いふけられる思いふけられるような人生を送るといいんじゃないかなと振り返った時に思い出も何もない思い出に浸れないなんかお酒に浸るとかね余韻に浸るとかね煙にあ煙を吸ってねいい匂いだなとね女性の香水の匂いを嗅いでいい匂いだなとかね 匂いに吹けるというかね、匂いから連想するとかね、うん、なんか人、人ってそういうことができるんだけども、それが何一つできない人生だと、うん、ね、その美味しさに、こう、美味しさをかみしめるみたいなね、味の向こう側っていうのも好きなんですけど、言葉はね、田村さんか。なんかその、まあ、堀江さんもね、うあの、多分焼肉食いながらね、 うめえなと。その味に酔いしれてると,ところがあると思うんですよ。ね、ご飯食っても、牛,牛の牛肉食べてもうめえなって感じなかったら、そのうまさに浸れなかったら、多分ただ、ただなんだろうな、サプリメントだけ飲んでね、味気のないというか味もない、ただ生きるためのサプリメント、まあ、注射だけずっとしてるとかね、栄養取れればいいみたいなね。うーん まあそのロボットみたいになんだろうなただ生きるためにガソリンをただ入れるうんではなくなんかその味にふけるとか思い出にふけるとか香りに <laughs> 酔いしれるとかなんかそ,それが人間なのかなと思いますね人間らしく生きるっていうことですねうん僕たちはロボットじゃないのでいろんな感情があるし いいろんな思いがあるしだからやっぱ思いっていうのが動物に思いっていうのがあるのか分かんないですけど、まあ、人間ともすごいですよねなんかその思考もあれば思いというかその思いを思考化言語化するのは難しいんですけどなんかその勝って熱くなるドキドキするとかワクワクするとかゾクゾクするとかなんかそういうのが人間とあるんでなんかすごいなと思いますよね。うん そう今はね僕はね仲間まあ社員も雇わないですし仲、うん、まあ今はね仲間じゃなくて戦友ですねなんかその熟成さんとかもあのー、同じ風に戦ってる戦友みたいな、うん、だからまあすごい今はすごいいい感じかなと思いますね、まあ、久保さんとの関係もすごくいいですね、うん、いなんか 依存してないのでお互いにお互いに依存してないけどつながっててつながってるだけで依存してなくて、まあ、この関係が一番いいしね。い <laughs> ってらっしゃい。